敏感さを生かすっていうことを考えると、本当にこれは資質というか、まあ、才能だと思うんですよね。今の社会の普通とか基準とかとはちょっと違うかもしれないけれども、才能であり、資質であり、本当に、今の社会を、あるいは世界をより良くしていくためには、必要な資質だと思うんですよね。ただ、こう、社会を前提に、今の社会を前提にすると、生きにくさ、を感じたり、生きづらさを感じたり、なんか、ちょっとずれを感じたり、っていうようなことがもしかしたらあるかもしれないと思います。で、その敏感さを、生かしていくには、やっぱ自分がどういうふうにその敏感なのか、何に敏感なのか、っていう、その自分が実際にどう感じているのかとか、自分が自分のエネルギーをどういうふうに使っているのか、意識をどういうふうに使っているのかっていうことを少しずつ理解していく必要があると思います。で、それをやるためにはまず必要なのは安全な場所だと思います。安全な場じゃないと、まあね、そういう自分が何を感じてるとかっていうことは話せないし、で、そんな話して、それがこう、無下に扱われたりすると、余計にそこでこう、傷ついたりするようなことがあると思うんですよね。だから、自分自身が何を感じてるかっていうことが、を表現しても大丈夫な場っていうのが、すごく大事になると思っています。で、自分がやってる講座とか、まあ、集中研修にしてもそうやし、は、そういう場を作ろうっていうのが目的です。そういう場があれば、その人が自分自身の中に可能性をこう見つけて、で、こうね、植物の芽が芽吹いていくように、自分の力で、その自分のタイミングで芽吹いていくと思うんですけれども、そういう場がないと、それは難しい、なかなか難しいと思っています。だから、自分がやっている講座にしても、集中研修にしても、イリュンキャラバンにしても、何かそういう場を作りたいっていうことですね。で、安全な場があれば自分が何を感じているのかっていうのを、ジャッジされないでというか、いい悪いを脇に置いて、あ、自分はこういうふうに感じてるんだとか、あ、自分はこうしたかったんだとか、そういうことが、こう、分かってくる。普段は自分が縛られている、まあ、社会の常識であったり普通であったりそういうことで感じないようにしていたり、あ、こんなんじゃダメだと思っていたりするかもしれないけれども、安全で自由な場があれば、あ、自分でこうだったっていう、なんか、本来の自分にこう、戻れるというか、あ、そうそう、こういう感覚やったよねっていう、そういう自分にこう、もう一回出会えるというか、触れ合えるというか、そういうことが起こってくると思うので、その安全な場の中で、自分は何を感じてるんだろう。自分は何が好きなんだろう。何が嫌なんだろう。
どうしたいんだろうっていう、その自分の、まあ、本当これって、さっきもちょっとね、エケネシアのところで言いましたけど、コアな部分だと思うんですよ。自分にとって一番何が大事かとか。そこから生きないとっていうか、そこを一番大事にしないと、自分の繊細さとか、共感力っていうのは、活かすことがなかなか難しいと思うので、自分が感じていること、体験してきたこと、これまでやってきたことっていうようなことに、こう、価値を見出して、あ、これでいいんだ、自分は自分でいいんだっていうふうに思えるような、そういうことが起こるといいなと思います。まあ、これまでね、講座とか、いろいろやってきて、で、自分自身、僕自身、若い時に本当にわからなかったです。自分普通だと思ってましたからね。普通っていうか、なんか、その社会に自分は、こう、合わせられると思って、合わせるのは結構こう得意なので、合わせられるんですけど、合わせれば合わせるほど、あれ？自分じゃないみたいな、なんか、偽物みたいな感じがしてきて、っていうようなこともありました。で、自分もそのエッセンスを使って、で、あるいは自然に助けられて取り組んできて、もし自分と同じような人がいるとしたら、何が必要かって考えたら、ここに書いてあることかなって思います。だからその安全な場が、例えば親友だったり、自分が好きなもののコミュニティであったりするかもしれないと思うんですけれども、まあ、自分が表現することをそのままにしておいてくれるような場があれば一番いいなと思います。それを、いい悪いとかね、って言われないで、そのまま受け止めてくれるような場があるのが一番いいかなと思います。で、僕の講座でフラワーエッセンスを体感するっていう、まあ、大抵やってるんですよね。その場で。まあ、オンラインでもその場でそれぞれ飲んでもらって、で、どう感じたかっていうシェアするっていうのをやってるんですけど、これって、自分が感じたことをそのまま表現するっていうことなんですよ。で、まあ、間違いも何もないんで、自分が感じたことっていうのが、もう正解というか、もうそれが全てなんで、それを互いにこう、共有するっていうことをやってるんですけど、意図としては、これがあります。安全な場で自分が感じていることっていうのを感じる。あるいはそれをこう、表現する。で、そのまま、それが受け入れられるっていう。今ね、ものすごいこう、情報が溢れていて、本当に、ね、2、30年前では、もう全く考えられなかったくらい、もう情報が溢れているので、その情報を取りに行こうと思えば、本当なんぼでも取りに行けるし、それはすごく便利になったと思うんですよ。でも一方で、何かこう自分が行動したり、動いたりするときの指針というかね、は、
その外側の情報だけじゃなくって、自分がどう感じているのか、自分がどうしたいのかっていうことが土台にないと、自分のままで大丈夫っていう感じは、なかなか育たないと思います。なので、フラワーエッセンスの力を借りながら、自分が感じていること、自分がどうしたいか、みたいなことを、少しずつこうね、受け入れていくというか、ことができると、自分の中心軸というか、自分のコアが、こう、だん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 育ってきて、で、より安定してくるかなって思いますね。まあ、安定してくるって言ってもね、揺れるときは揺れるか。それはしょうがないけど。迷うときは迷うし。